鍵かけロッカーズ、五十嵐晴美、太田彩香、戸締まり校門鈴木よしおと、世直しご意見番丸山和也の金曜ブジャムレディオ、五十嵐晴美のトークの話。皆さんこんばんは。今週も始まりました金曜ブジャムレディオ、五十嵐晴美のトークの嵐。技研ジャパンプレゼンツ金曜ブジャムレディオとは、毎週週替わりで4組のアーティストがお送りする個性豊かすぎる音楽&トーク番組でございます。今夜は、生放送東京レインボータウン FM、豊洲スタジオからお届けしております。今週は私シンガーソングライター五十嵐晴美が担当いたします。よろしくお願いします。はい、ということで東京はなんかの雪警報出てましたよね、昨日までは。でもそうですよね、そうですね、あの積もらなくてよかったです。ということで、あ、そうですよね、そうです。豊洲はあの今雨もう止みつつある感じでございますが、そんな本日も足元の悪い中ゲストさんが来ていただいております。ありがとうございます。本日のゲスト、シンガーソングライター田中瑞穂さんです。よろしくお願いします。イエーイ、ありがとうございます。寒い中、足元の悪い中、あ、でも全然、なんか去年まであの郡山に住んでたから、そっか、この時期も福島だったから、もっともっともう全然毎日ゴリゴリ積もって、ゴリゴリザクザクでしたので。そうなんだ、はい、雪かきとか。雪かき私はやってません。あ、やってでもそれぐらいしないとダメなぐらい、やっぱ積もう普通にもう、あの車出すのに30分は見ないと。ええー、そっか。今年ね、あの引っ越し、こっちにね引っ越してきたっていう。そうです、うん、そうなんですよ。今ちょっとお家ももしかしたらうちと近いんじゃないかな、ちょっとご近所さん、まあそんなご近所さんでもないんですけど、まあでも、まあ、近め、近めなんですよ今。ということで、はい、今日は初めてのラジオ、はい、そうですね。おめっちゃ本当に胃が出てきそうなんかこう、あの生放送は、はい、あの結構なんて言うんだろう、緊張するのと、うん、あとなんか時間配分がそう、え、なんか難しい。そう、なんか台本をもらったんですけど、はい、全くわからん、なんか理解してなくて今とりあえずここに座って、もう見なくて大丈夫です。もう見ないで、あの時間配分をいつも毎回無視して進みがちなのも、はい、噛み噛みすぎて何言ってるか分かんなくなるのも、大体ゲストじゃなくて私です。あ、本当ですかだから大丈夫です。大丈夫、だから大丈夫ってやばいですよだからやばいそうですね、楽しくやっててください。よろしくお願いします。はい、ということでこの番組では皆様からのですねメッセージもたくさんお待ちしております。宛先は e メール info@885fm.jp info@885fm.jp までお願いします。またレインボータウン FM ではインターネットでの配信も行っております。YouTube ライブ、リスラジ、サイマルラジオでもお楽しみください。あの YouTube ライブの方がですね、あの歌の方が流れないので、最近あのコメントもね、結構あの YouTube ライブでコメントを書いてくれてる方もいるんですが、あ、歌流れないのかって後からコメントしてくれる人がいるんですけれども、できればその YouTube ライブと、まあ、リスラジかサイマルラジオを二刀流で聞くと、どっちも聞けるという感じなので、ぜひぜひ二刀流でよろしくお願いします。はい、ということで今夜もですね、理研ジャパンの提供でお送りしていきます。最後までよろしくお願いします。ということで、そんな寒い夜の本日の1曲目でございますが、五十嵐晴美のあったまる1曲お聴きください。ホーム。汚れチャイム鳴り響く頃、手を振り合う子供たち、ふと蘇る幼き日々に、なぜか笑顔がこぼれる。明かり灯った
も知らずに通り過ぎてたこの道、約束をしたわけじゃないけど、この先もずっとそこにあるような、そんな気がしてた。いつもの笑顔に何度助けられただろう。おかえりなさいの言葉、魔法のように僕の心を包んでゆく。汗まみれの服も泥だらけの手も、優しく抱きしめてくれたよね。これから出会うべき別れ、涙に濡れる夜もきっとあるのでしょう。でも大丈夫だってそう思えるのは、帰る場所があるから。はい、ということでお聞きいただきましたのは五十嵐晴美でホームでございました。あ、みずほちゃんってコメント来てますよ、 YouTube ライブ。誰ふたかさん、ふたかさん、ふたかさん、ちょっともしかしたらたかふさんだ。あ、名前言わない方がいいですね、逆ですね。そしてのたくさんコメント、していただいております。ゆきさん、おぼうこさんって読むのかな。そしてぽんたさん、こたろうさん、田中のみずほさんなのそうでございます。今日のゲストはですね、田中みずほちゃんに来ていただいております。ということで、はい、改めてですね、もうみずほちゃんのことをいろいろ知っていただきたいなと、このラジオのリスナーさんだったりとか、今配信見てからくださってる方にもですね、知っていただきたいなと思いますので、一つ目のコーナーに移らせていただきたいと思います。五十嵐晴美のゲストーク、え、なんですかこれ、新しい私も知らなくて今すごいびっくりしたんですけど、新しい、なんかたーたーたーってなって6人ぐらいいましたねはい、ということで初めての試みですか。いやいや、ありがとうございます花を添えていただいてありがとうございますということで、こちらのコーナーはゲストに普段聞けないあんなことやこんなことを勝手に質問しまくるコーナーでございまして、はい、毎回私が自分で質問をちょっと個人的に知りたいことを考えてきておりまして、はい、今回もまとめてきたので、まあ、完全に私得のコーナーなんですけれども、はい、でもファンの方もね、こうライブとかでは普段こうあんまりこう聞けないこともあるじゃないですか。でも私なんか本当にライブ喋りすぎちゃうんですよ。結構素で、そう、あんまオンとオフがない、もう全部喋っちゃう。あ、でもそれはそれでなんかみずほちゃんスタイルというか、なんかそんな感じするっていうかまあでもまあ今まであんま喋ったことないことを、そう、確かに。で今回初めて多分みずほちゃんを知る人もいるかもしれないので、ちょっと質問させていただきたいと思います。早速、はい、質問一つ目、まずこれ全員に聞いてるんですけど、うん、音楽を始めたきっかけは。はい、はい、きっかけ、はい、なんか気づいたらだったんですけど、かっこいい、なんかなんかもう3歳の時に地元ののど自慢大会に出て、3歳なんてもう記憶ないぐらいの、私は覚えてなくて、でもなんか普通に大人まで出れるやつ、で入賞できなくてギャン泣きしたらしいんですよ。でなんかまあそんなんで、まあ、そういうのやらせようかなってなんとなくお母ちゃんは思ってたみたいなんですけど、まあ、なんか学校休んだかなんかで具合が悪くて、その時にこうテレビ見てたら、なんかミュージカルアニーのなんかドキュメンタリー番組みたいなのやってて、
で、あ、私これになりたいなって思ってお母さんに言ったんです。バニーになりたいわって言って、言ったのが幼稚園年長ぐらいの時かな。でそこから、その頃からそう、なんかいろいろ習わせてくれてお母さんが。兄ってなんか12歳ぐらいが限度なんです、なれるのって。でそれを超えた時に、あ、なんか歌だけはずっと続けたいって思って続けて、ダラ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 今です。でもその保育園の時からのその年齢からこう歌を習ったりとかしてたってことはもう完全に英才教育というか。あ、でもなんかお母さんもそうやりたかった、なんかやりたかったんだかな、好きだったみたいで、多分自分がやってる感じでやらせてくれたんだと思います。じゃあもうあの家族ともども一緒に追いかけてきた音楽っていう感じで、感じです。素敵。あ、兄応援、あの応募したリスナーさんが、え、嘘。兄俺も応募したわ、やばすごいすごい、そんな方がいるとは。受かったか受かってないかはまあちょっと聞かないでおきますね。結構狭きもんなんですよね。確かに。え、だってもう聞いて知らない人いない、まあまあ、もう兄って言ったらもう子役のなんかもう、ね、登竜門大御所みたいななんか感じのイメージがあるから。確かに確かに、そうなんですね。いや素晴らしい、ありがとうございます。いや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 。そして質問2つ目なんですけれども、はい、普段どんな風に曲作りしていますかということなんです。今ちょうど流れてる BGM で流れてるのもあのみずほちゃんの歌なんですけれども、はい、この歌です。作詞作曲されてる、はい、全部やってます、はい、でなんか普段どんな風に作ってます。結構私は難産型なんですよ。あ、難産型、はい、難産型でつるっとこない。もう結構サビのメロからまあ大体できて、あ、で一度ボイスメモに取って温めるというか、そのメモを取ったことすら忘れるぐらい置いておいて、なんかこのライブの日までに新曲作りたいなっていう日があったら、あ、じゃあちょっと昔の引き出し開けるかみたいな。あ、そういうこと。はい、もう一回聞いて、そう聞き直して、あ、じゃあ このサビのやつ展開させやすそうだなっていうやつを、なんかこうだから最近はやります。すごい。こうだから考えて曲メロできて作詞が最後かなっていう感じで最近は。私も結構あの最近すごい難産してまして、ファンミシャン結構ポコポコなイメージも。私なんかそれまで本当に去年の10月ぐらいまでめちゃめちゃ月1曲ぐらいのペースで作ってて、そうですよね、で多い時本当に1日で数曲とか書いてる時があったぐらい作れてたんですけど、そのね去年の10月から11、12、12だからもう今4ヶ月ぐらい曲書いてなくて、なんか私も今そのハーフなんて言うんだろう、A メロだけとかサビだけとか、なんかそういうのだけがこうポンポンってずっとボイスメモに残ってて、それをどうしたらいいんだろうっていう状態でこう残っててっていう状況なんですよね。だからちょっとまたそれを私もこう聞いて、なんか一曲ちゃんと作れたらこう打破できるんじゃないかなって思ってるんですけど、いわゆるスランプ的な、いやー降りてこない時は降りてこないというか、いやでもね、いや本当一曲かけたらきっと確かにちょっとまたそれ打破できるんじゃないかなと思うんで、ちょっと参考にしてちょっと過去のボイスも聞いてみます。今日聞いてみるなんか込み上げてくる。確かに、確かに、いやいやいや、ありがとうございます、はい、そしてですね3つ目なんですけれども、ここからはちょっとあの、はい、プライベートというか、まあ、うんうん、私が勝手に聞きたいという感じなんですけれども、うん、あのみずほちゃん音楽もやりつつ、はい、まあ、配信だったりライバーさんだったりいろいろやりつつ、あの、うん、お子さんもいらっしゃって子育てしながら音楽っていう感じで、多分あのイメージとしてはすごい大変そうなイメージしか私はないんですけど、そうですね、その両立する上ですごい大切なことって何かありますか。今1歳半なんです。1歳半つまりまだ1年半しか経ってないんですよ。なんかでも本当体感的には6年ぐらいの、6年ぐらいやってきたぐらいの固有さで、あ、やっぱそう、もう怒涛の日々。うん、でもなんだろうな、
大切なことは完璧を求めないことじゃないですか、ね、自分に優しく、もう自分にも人にもみんなにじゃないと、こうやっぱなんか自分が完璧にやると、こうなんか本当は手助けしてもらえるはずなのに、完璧を求めるがゆえに、確かになんか頼めなくなっちゃうと思うから、なんかもう本当妥協妥協、なんか生き延びるために何をしなきゃいけないかだけを考えて、もう別にやらなくていいことは削っていくみたいな。確かに。いやでも本当になんか尊敬するなって、私はその音楽活動もしながらライブもしてるし、配信もしてるし、で子育てもしてるってちょっと想像できない。いやでもやっぱライブとかは本数はもうガクンと減ったし、なんかでも逆にこなんか私今配信、ライブ配信とかやってるけど、なんかそれがあるからなんかバランス保てるところも、逆にこうストレートさせたんだったり、そうですそういう部分になってるって、はい、素敵。そうです。私もそうなれるように頑張りたいと思います。なれる、はい。そして4つ目なんですけれども、はい、これ最後の質問なんですが、今後やってみたいことはありますか？はい、やってみたいことはなんか音楽だけじゃなくても何でも全然、なんかなんかはるみさんの話を聞いてて、はい、スキューバダイビングをめちゃめちゃやりたいんですよ。やってほしい。本当にやりたくてめちゃめちゃやってほしい。本当にやりたいんですけど、はいはい、もうなんせ運動音痴なもんで。大丈夫です。本当ですか？私もあのびっくりするほど、はい、あの本当にあのアメトークの運動できない芸人並みなんですよ私。すごい気持ちわかる。自分めちゃめちゃ本気でやってるんだけど全員に笑われるし、なおかつあの怪我ばっかするタイプなんですよ、なんですけど、あの、ダイビングは大丈夫です、大丈夫です、できます。意外です。めちゃめちゃ運動できそう。よく言われる。めちゃめちゃよく運動できそうとか、ダンス踊れそうとか、踊れそう、足速そうとか、めっちゃ言われるんですけど、私はあのものすごく運動音痴です。もうなんかちょっと自信が湧いてきました。あ、ぜひまずはなんだろう、簡単なシュノーケリングとか、海の中をの恐怖心をなくすというか、シュノーケリングとかでやってみて、ちょっと潜ってみて、こう大丈夫そうだったらぜひぜひ体験ダイビングでも 10メートルとか潜らせてもらえるから、結構ですね。なんでぜひ、はい、それが楽しかったらもうライセンス取ってください。一緒に行きましょう。はるみさんはライセンスをお持ち。私はライセンス持ってます。あのそんなすごいやつじゃないですけど、いやいや、ライセンス持ってて。すごいですよ、ライセンスってだけで。いやいや、ぜひダイビングな仲間、はい、募集してるので。いいんですか？はい、お願いします。置いていかないでください。大丈夫です、置いていかれそうな気が。大丈夫。ぜひ、じゃあその時連絡してください。では、します、します。はい、嬉しい。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでですね、ここでみずほちゃんの楽曲、大変お待たせいたしました。お聞きしたいと思います。はい。はい、みずほちゃん楽曲紹介お願いします。はい、この曲があなたにとって明かりのような存在でありますように、明かり、聴いてください。行かないで閉めっぱなしのカーテン、
隙間から差し込む日差し、飲み干されたままのグラス、脱ぎ捨てられた T シャツ、ラジオから電波がジジジ、時計の針がチクタクチクタク、蛇口から水がポチャン、生きてる生きてる。はい、ということで、お聞きいただいたのは、田中瑞穂さんで明かり。はい、はい、ということで、なんかこの喋ってる雰囲気と、はい、この曲がなのか分かんないんですけど、雰囲気がだいぶこの曲がだと思う。ああ、そうなんだ。もうなんかそれこそこの曲以上の曲はなんかこんなこと言っちゃいけないけど書けない。もう書けない。もうこれが最高、最高ソング集大成。終わり。田中瑞穂史上最終大成の、はい、そうなんだ、ね、ないです。これはちなみに音源になっている。なってます。は、はい、じゃあ皆さんぜひ、うん、サブスクも解禁されている、はい、ということなので、ぜひね、はい、なんだろう、喋ってる感じとこの雰囲気と、こう、まあ、なんか黄色っていう感じ、なんかわかんない、なんか色で例えるとなんかこう黄色みたいな、オレンジみたいな感じのイメージが瑞穂ちゃんに私あって、あ、はい、それと、いや本当に、でもこの曲がすごい、なんて言うんだろう、ちょっと雰囲気の違う、なんか大人な曲もそうだし、雰囲気もそうだし、歌詞もそうだし、素敵な曲、私すごいこういう曲好きなので、はい、ぜひ皆さんも聴いてみてください、はい、ということでですね、今日ですね、みずほちゃんのファンの方からお便りが届いております。わー、ありがとうございます、はい、ラジオネームいっきゅんさん。一休さん。はい、ということで、シンガーソングライターを軸にお二人のいろいろなご活躍を応援しております。はるみさんはみずほさん、みずほさんははるみさんのお互いのすごいと思う、ことを3つずつ教えてください。ますますのご活躍をお楽しみにしておりますということなんですけれども、3つで、私からちょっともう言っていい？早い。お願いします。私はやっぱりその子育て、あとはライブ配信、あとは音楽、それをなんかこのなんだろう、変わらず続けてるその生活スタイルというか、その音楽をやめずに、やっぱりやめちゃう人結構多いじゃないですか。そうですね。それを続けてるっていうのがまずすごいなっていうのが、まあ本当に一つで、あともう一つは私配信にもよく、はい、私もねポコチャライバーなので、で同じみずほちゃんもポコチャライバーで、はい、配信にも遊びにたまに行かせていただくんですけど、なんかなんだろう、雰囲気、さっきも言ったんですけど、はい、なんか雰囲気はすごいなんか楽しい、もうキラキラみたいな、いつもなんかこういつもなんかもうわちゃわちゃみたいな感じの楽しいトークが繰り広げられて、はい、で、すごい素敵な枠なんですけど、なんかこう言うべきこととかをちゃんとこう嫌味なくその視聴者さんに伝えるみずほちゃんっていうのは私は見たことあって、なんかそこをすごいね尊敬しました。もっと投げろよみたいな。いや そんなのじゃなくて、なんかそのやっぱり中にはこう失礼な方もいらっしゃったりするじゃないですか。そういう人に対してすごくなんかこう相手の人に嫌な思いをさせずに、なんかそれを伝えてるシーンがもうあって、それを私は見たことあって、言ってました。それを私はパクろうと思いました、その時に。その時になんかそうやってこうきっちり伝える、こういう雰囲気だし、なんかふわっとしてる感じのイメージがあるけど、すごい素敵だなって思いました。ありがとうございます、はい。あともう一つはやっぱりこの楽曲、はい、嬉しいです。曲のこのメリハリ感というか、なんか曲になったらパワフル全力みたいな、はい、なんかこういうイメージと、さっきみたいな明かりみたいな曲があったりとか、そのなんか雰囲気のメリハリ感がすごい素敵だなって、嬉しいです、思いました。嬉しい、はい、あとね4分、CM まであと4分なんで、4分でちょっとめっちゃまとめてもらっていいですか？めっちゃまとめる、はい、4分で見つめまとめる、はい、1つ目は
2つ目はおしゃれ。あ、おしゃれ、嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、インスタとかの、服装もですし、ありがとうございます。髪色も、あ、もう今もう落ちに落ちきってこの色ですが、はい、七変化です。ありがとうございます。2つ目は、はい、サクサク、なんか私言わせてるみたい なんか質問薄く薄くならないかな、大丈夫。二つ目は私も楽曲なんです。ありがとうございます。いや、嬉しい、なんか嬉しい。いっぱい、2000曲です、5000曲ですっけそうなの、盛りすぎちゃって、盛りすぎて事実言えなくなって130曲ですね、ごめんなさい、ごめんなさいね、130、ごめんなさい、1000超えたことないですいや、本当ですよ、びっくりしちゃった今、ドキドキじゃん130曲ぐらい、はい、でもなんか全部クオリティ高いし、こうなんか私好みなんか、なんかこの曲微妙だなっていう曲が1曲もなくて、なんかそれってすごいじゃないですか。ありがとうございます。いやいやいや、嬉しいです。もう本当にすごいかっこいいなって初めて聞いた時、はい、ありがとうございます。3つ目も、はい、なんかすごい圧かけてるみたいに3つ目は、なんか、春井さんの周りに、はい、の人たちの雰囲気も全部、こうなんか、すごいアットホームで、はいはいはい、なんか春井さんの、その、なんだろう、リアル身内、はい、なんていうのリアル、ね、リアルファミリーもあったことありますし、はいはいはい、もちろん春井さんのファンの人たちもそうですし、はいはいはい、なんかみんないい人なんです、本当に。いや、それはですね、もう私じゃないです、だから本当みんなです。いや、でもそれは春井さんのいや、ありがとうございます、お人柄だなと思って。いや、嬉しい、なんかありがとうございます。その今 YouTube ライブの方にもたくさんコメントいただいてて、このコメントいただいてる皆さんも私の普段のポコちゃんリスナーさんだったりするんですけれども、はい、本当にね、いい人しかいなくて、なんか暑いし、いや、そうなんですよ、本当に暑いですよね。私が一番自分で感じてるって、はい、なんかたまに自分それにで自信が持てるというか、自分が逆にこういう人たちがついてるから私大丈夫だみたいな気持ちになれるぐらい、その私の実力とかじゃなくて本当にみんなが、いや、でもその対価を素晴らしくて、みんなにくれてやってるってことですよ。泣いていいですか？泣きましょうありがとうございます、嬉しい、褒められてるよ。4分大丈夫です4分まだ大丈夫です大丈夫です、はい、ということでですね、この後ライブ告知とか、はい、CM 明けに、はい、またさせていただければと思いますので、はい、この後はですね、レインボータウン FM、23時から CM ですかね、はい、もう行っちゃってもいいです大丈夫ですかはい、ということで、この後 CM の後もレインボータウン FM、ぜひぜひお楽しみください。よろしくお願いします。 88.5 Rainbow Town FM Music and Talk Program Key of Jam Radio. Stay tuned, we'll be right back after show at commercial break. When you feeling blue, nothing to do, you know the フォーマルアウトレットショップザムーン、レディースブラックフォーマル、メンズ&レディースインコートの洋服を中心に、バッグ、小物もリーズナブルな価格でご提供。ホテルイースト21東京モール1階ザムーン、あなたのおしゃれが変わるかも。フォーマルアウトレットショップザムーン、レディースブラックフォーマル、メンズ&レディースインコートの洋服を中心に、バッグ、小物もリーズナブルな価格でご提供。ホテルイースト21東京モール1階ザ・ムーン、月の看板が目印です。五十嵐晴美のトークの話。東の空が明けて、ここから
ということでありがとうございます。今回ねフルでお聞きいただきました田中瑞穂さんでまだ見ぬ場所へでございました、はい、こちらも音源になっております。あ、じゃあ皆さん私好みのまたまた素敵な曲でございましたのでい、はい、ぜひぜひサブスクダウンロードしてみてください、はい、ということで、はい、皆さん YouTube ライブの方コメントたくさんありがとうございます。唐突にねあの唐揚げ食いてって言ってる人いますがねからあげ、から揚げ触れるか触れないか迷ったんですけどなんか一応触れとこうかなと思ってコメントありがとうございます。はい、ということでですね、みずほちゃんのライブが今後あるそうですので、はい、何か、はい、あの告知事項、はいはい、もう全部言ってください全部、はい、直近が2月23日に、はい、真昼の月夜の太陽というところで、先月か先月もここでライブ予定だったんですけどコロナにかかっちゃって出れなかったのでリベンジですね、はいはいはい、おリベンジライブ、はい、そうなんですね。同じライブハウスで、はい、来月の3月24日こちらは私田中瑞穂の自主企画
ボリューム4になりますので。ボリューム4、はい、素晴らしい。もう嬉しいです。水4の日です。3月24日水フォーの日です。無理やり感すごいですが水3月24日、はい、水フォーの日に、はいはい、自主企画、はい、真昼の月夜の太陽さんで、これは夜のライブ。はい、夜のライブです。夜ライブということで、花金なので皆様もうしこたま飲んでもらって、なんかあの3月の、はい、何日からでしたっけ、なんかこうマスクの、ね、事情もちょっと変わってくるみたい で、もう少しライブでももしかしたらこう分かんないですけど、もう少しやりやすくなるんじゃないかなっていう感じもするので、なんかコールレスポンスとかもなんか、ねね、今全然できないからやっぱりできたらいいですよね。また状況が変わるといいなっていう感じなんですけど、いやいやいや、皆さんぜひぜひチケットの方が、はい、みずほちゃんの SNS だったりとか、はい、ホームページの方からですね、はい、予約など可能ということですので、田んぼの田、田中みずほ中なんて言ったらいいですか、中野の中に片田中、そうですね田中みずほはあのカタカナで、はい、図は巣に点々、はい、田中みずほで検索すると、す、あのホームページだったり SNS などで、はい、あの出てくるそうなので、ぜひぜひチェックしてみてください、はい、でサブスクもぜひぜひ、あと CD もホームページというか、はい、そのネットショッピングできるそうなので、はいはい、音源もぜひぜひそちらも、チェックよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、大人気のコーナーに移らせていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。五十嵐アルミの恐怖の嵐。あ、ここはあのシッ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 って ならなかったならなかった、すいません、期待したいすいません、いいですか。五十嵐アルミの恐怖の嵐。恐怖の嵐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 の、ありがとうございます。はい、ということでこのコーナーはですね、皆様からの見たい、あ、見た、聞いた、怖い、話、不思議体験、 UFO、 ユーマ、人間怖いなどなどご紹介するオカルト大好き五十嵐アルミ渾身のコーナーでございまして、ちなみにこれずっとこれ最後まで一生やる感じですかすいませんすいませんすいません遊び心満載でございますはい、あのみずほちゃん、怖い話とかはなんかこう好き嫌いあります？いや、超苦手です。あ、苦手、めっちゃめっちゃ苦手です。いいですか、ちょっとあの、はい、やめません、はいはい、もうちょっとこれはあの私の渾身のコーナーでこの渾身の、そうなんですよ、このねラジオを始めてから5、はい、もう丸5年目とかですかね、丸4年ぐらいやらせていただいてるんですけれども、うん、一番最初からこのコーナーをずっと設けておりまして、はい、で、あの毎月お便りが全く来ないっていう状況だったんです、うん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 、なんですけど意地でもやめずに続けてきたあのこちらのコーナーでございますので今日もね、どんな苦手な人が来ようと、ゲストが続けさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、はい、いや、そうですね、こっちはなんかこうニヤニヤしちゃうというかいや、私ハミさんの家に泊まった時あ、はいはい、苦手って言ってるのにすごい YouTube の怖いやつ見せられる、あのなんか常時流れててうち結構でもなんか結構見入ってましたよね。いや、めちゃめちゃ怖かった。目離すと本当に出るんじゃないかと。ああ、逆に、はい、あ、怖くなっちゃって。でもごめんなさいね、あれ、家に帰った後しばらく一人でトイレに行って。ちょっとあの、はい、もう二度と流しません。はい、今回、はい、あの前回私のリスナーさんでちょっとあの病院でね、怖いあの怖い経験をした方がいらっしゃって、あの車椅子の話をちょっとさせていただいたんですけど、なんかあらすじとしてはちょっとその病院に入院中に車椅子に遭遇して、あるはずのない車椅子に遭遇して、でその車椅子の現象がその立て続けに起こって、でこう看護師さんに聞いてみたら、まあ、ちょっと何年も前に
その車椅子に乗った方がエレベーターホールの近くでなんか首くくって亡くなってしまったっていうそういうあのお話で、そこからなんかその車椅子が出没するっていう怪奇現象が起きてるっていう、その話を前回させてもらったんですけれども、はい、その後ですね、その方に新たな展開がございまして、ちょっと今日はそれをねちょっとご紹介してもいいですか。はい、はい、その後ですね、まあ、現在もちょっと闘病中で入院を続けているんですけれども、で、そのリスナーさんの職場にもなんかちょっと不思議な現象が起きるみたいな話をちょっと配信で聞いてました。私はなんか足音が聞こえたり話し声が聞こえたりするという、でその職場にも本当に霊媒師さんが来て、職場がそのお祓いもしたぐらい結構ガチな多分やつだったんですよね。でもそのお祓いした後も特にこう聞かそのお祓いが効いてる感じはなく霊現象が続いてたらしいんですよ。でそれで配信で私がもしかして職場にいるのとか病院にいるのとかも全部自分についてるんじゃないみたいな、あなるほど、その職場じゃなくて自分についててみたいな、そんななんか予想じゃないですけど、だから怖いからお払い行ってくればみたいな話をしてたんですよ、はい、それで、まあ、本人もちょっと本当に怖くなったらしくて、入院中にそのあるお祓いで有名なお寺に電話をしたらしいんですよね、はい、そしたら直接住職さんとお話しすることができたらしくて、でそしたらまず何も言ってないのに会社に問題ありますって言われたらしいんですよ。で、まあ、その時点でまあ怖いじゃないですか電話でも、はいはい、で、今一人ですかと住職さんに聞かれるらしいんですよね、何度も、うんで入院中で個室らしくて、まあ、もちろん面会もなくてその時間、一人で病室にいる状態なので一人ですって言ったんですけれども、面会の方もいらっしゃいませんか、誰もいないですかって何回も聞かれて、なんだと思っていないですって言ってたら、男性の声が聞こえるのでうめき声みたいなのが聞こえるのであなたについてますよって電話で言われたらしいんですよ。だからでなんかその完全にだからその会社の幽霊をなのかわかんないですけど多分持って帰ってきちゃってるんですよね。で本人は全然気づいてないらしいんですけど、その住職さんに言われたのがあなたは霊感ある側の人間ですよって言われたらしいんですよ。でその後もう一回電話したら最終的に3体ついてますっていうことで、その男性3人ついてるらしいんですけど、今ナウでつけてるらしいんですけど、でなんかそれを聞いて私がちょっと思ったのが、そもそも入院前から、うん、その前回の入院前、その車椅子の怪奇現象とかをする前から、まあ、会社で変なことが起こったりっていうのはその配信中に聞いてて私も、でそれがついちゃってるがゆえの、例えば車椅子の現象に遭遇する、その幽霊がやっぱついてるから霊ってやっぱ霊を呼んじゃうみたいな、一体ついてるとどんどんそれに集まってきてどんどん増えていくみたいな、なんかあるんですよね。それが本当なのか私霊感はないから分かんないんですけど、そういう呼び寄せてしまうって話も聞いたことあるので、でその車椅子の時も一番最初に車椅子を発見したのがその本人だった、当事者だったりとか、当事者にしか聞こえない車椅子のそのキーっていう、なんていうんですか、車椅子の音が深夜に自分だけ聞こえてて、看護師さんに疲れてるだけだからって言われて寝れなかったっていう、看護師ムカつくっていうふうに言ってたんですけど、なんかそういうのもなんかそのそもそももともとついてるから引き寄せちゃってるのかなみたいなのを想像したらちょっとすごい怖いなと思って、しかもまだそのお祓い行けてないんですよね、その方行けてなくて、配信にもねすごいよく来てくださるんですけれども、今も4人で聞いてるよみたいなテンションで言ってくれるんですけど、いやめちゃめちゃ怖いけどねみたいな、怖すぎそうなんですよっていう、そういう現象が起きてて、
まあでも実際、まあ、そのお話、このお話を その今後またねちょっとそのお祓いしたりなんだりがまた続いていくかもしれないんですけど、まあ皆さんも霊感って本人が気づかないだけで持ってるっていう可能性って大いにあるなと思って。確かに。だからなんか原因不明 その体調不良だったり、あと気分が落ち込むとか落ち込むとかダウツでちょっと YouTube ライブもね今その方聞いてくれてるんですよすごい、あの今も4人で聞いてるよみたいなナウって送られてきたんですけどまあなんか本人はいたってすごい元気そうで良かったんですけれどもとかね、体のこう重さを感じたりとか、まあ霊感と関係なくそのちょっとこう原因不明のそういうのがある人は一度そういう存在を疑ってみるのもありなんじゃないかなっていう。でいざねそのお祓い行ってみたら実はついててっていう可能性もあったりするかもしれないのでぜひ皆さん、そういう時は一度そういうお祓い住職さんなどにご相談してみるのもありかもしれませんというお話でございました。やだやだやだ怖い。なんかこの BGM も嫌だったすごいよはい、そんなお話でございましためちゃめちゃ怖がってやだ楽しいねみんなはい、というか大丈夫です。お口直しの一曲がございますので。はい、ということで、ですね、本日最後の曲でございます。五十嵐晴美、二人の帰り道。真夜中の帰り道歩道橋この時が永遠に続けばと願った地球の裏側にいても僕が見つけてあげるよだから泣かないでよ心配はいらないからああ君が宇宙のどっかであぐれても僕が見つけてあげるよね笑わないでよ僕は本気なんだよそんなバカみたいなこと言って歩く二人の道。はい、ということで、お口直しの一曲でございました。五十嵐晴美で二人の帰り道。はい、優しいソングでございました。ということで、最後のコーナーに移らせていただきます。戸締まり肛門様の今週の格言。はい、このコーナーは全国防犯協会のもと戸締まり肛門様から、毎週、週替わりで、格言をいただくコーナーでございまして、今週の格言でございますが、早速泥棒の入る隙なし2ロック。泥棒の入る隙なし2ロックということでございまして、パンパンと今月も決まりました。はい、こちらのですね、格言は毎月ですね、番組の毎週ですね、番組のツイッターでもご紹介しておりますので、ぜひフォローお願いします。そしてもうエンディングになってしまうんですけれども、はい、このラジオがですね、はい、なんとこの番組自体が、3月が最終ということで、なのでトークの嵐も残すところあと1回になってしまって、で、そうなんですよ。で、次回はその今まで の番組全体を振り返る日にしようかなと私が思ってまして、トークの嵐を。なので、はい、多分ゲストはもう最後のゲストだったんですよ。わお、そう、
か実はずっと呼びたくて、ちょっとタイミングがなくて、ちょっとお呼びできなくてすごい急遽になっちゃって、もう最後だ、やばいと思って呼びたいと思って、すごい声かけを急いでさせてもらった感じなんですけど、そうなんですよ。まあでもね、コロナもこう落ち着いてきて、そのラジオのメンバーみんな全員がやっぱり音楽活動されてる方で、やっぱりこうそっちの方もメインに動くことになってきて、まあいい意味で卒業みたいな感じになるのかなと思いますので、いやー、本当にラストゲスト来ていただいてありがとうございました。大丈夫でしたか？大丈夫。いやもうあの 初ラジオとは思えないぐらい、もういや、はい、スムーズに、いや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 、まあ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 いやでもあのどうでした、なんか今後ねまた、うん、なんかラジオ、まあ私だけじゃなくいろんなラジオあると思うので、はい、なんかこう出演されるきっかけにもなるんじゃないかなと思うので、うん、私あの4年間ラジオやってきてやっぱりすごい楽しかったので、なんかまたもし機会があったらぜひやりたいなって思ってるぐらいすごい楽しかったので、もしそういう機会あった時にはぜひまたゲストにいらっしゃってください。絶対お願いします、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、ということで、改めて、はい、みずほちゃんの告知、はい、直近が2月23日はい、そうです、真昼の月夜の太陽さんでライブということで、はい、そしてその次が、3月24日、はい、これが、みずほちゃん企画、そうですということで、はい、みず4の日ですね、みず4です、はい、ということでぜひぜひ3月24日も、もう多分あのみずほちゃんの企画だから楽しいに間違いないと思いますので、間違いないです、はい、うん、ぜひぜひ皆さんチェックしてください、よろしくお願いします、はい、そして SNS、うん、田中みずほで検索お願いします。あとは音源サブスクもホームページから購入可能でございますので、そちらもぜひぜひよろしくお願いします、はい、お待ちしてます、はい、ということで、もう本当に今ね楽曲の間にちょっと時間あるかな、みずほちゃんちで自宅でちょっとなんかの不思議な現象が、そうなんです起こるらしい、この曲がちょっとなんかいやもうそうです、そういう話をちょっと聞いたので、そうなんです、うん、ちょっと例えばどんなこと、例えば私がお風呂入ってる時に何もしてないのに、はい、お湯張りします、結構怖い、がっつりじゃないですか、やはりし始めるっていう、ちなみにその1歳半の息子ちゃんが何かこういたずらしてるとか、そういう可能性は、私一人で入ったんですよ、じゃあちょっと次回の恐怖の嵐にお便りを、はい、お便りはかしこまりました、はい、詳しく教えていただけたら嬉しいなと思います。ついてる方がコメントでついてます、はい、間違いなくて言ってますので4人で今言ってますので、そして、安坂さんもずっと通ったなということでありがとうございました。ちょっとね、うん、コロナの関係でちょっとねなかなかこう本当は ここにね、なるほど、お客さん、そうなんですよ、無料観覧というかできたんですけど、うん、なかなかちょっとできる機会が少なくなってしまって、そのままちょっとラストっていう感じなんですけれども、はい、ぜひぜひねまたやる機会があったら復活できたらなんて思ったりしてますので、ぜひぜひその時はよろしくお願いします。そして私自身もちょっといろいろこう休憩してたので、最近の活動がやっぱラジオが結構メインというか、うん、ラジオと配信がメインだったので、なかなかこう外に出ることが今ないので、なので余計このラジオがなくなるっていうのは結構寂しくて、なのでまあちょっとなくなってからもね、音楽活動は私続けてますので、もちろん配信だったりとかそういうのでね、皆さん会いに来てくれたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします、うん、はい、ということで、五十嵐よりももっと知りたいという方はですね、各 SNS チェックお願いします。あと、番組のホームページからもリンクしております。また鍵、防犯安心安全お問い合わせは法人個人問わず鍵のパイオニア、株式会社リケンジャパンまでよろしくお願いします。便利の利、研究の研、利権ジャパンで検索してください。
はい、ということでね、来週、3月が、来月がですね、最後のトークの嵐となりますので、お便りも続々、もうラストなので、ぜひぜひ、たくさんたくさん送っていただけたら嬉しいと思います。E メール、info@885fm.jp、トークの嵐宛てまでよろしくお願いします。また番組のホームページからもお便り送れるので、よろしくお願いします。はい、ということで、ラストでございました。本当に今日はありがとうございました、ありがとうございました。はい、いやいや楽しかったです。めちゃめちゃあっという間の1時間でございましたYouTube ライブの方もコメントたくさんしていただいて本当にありがとうございました。そしてラジオお聞きの皆様も本当にありがとうございました。この番組は鍵かけロッカーズ、戸締まり校門鈴木よしおと夜直しご意見番丸山和也、太田彩香、五十嵐亜美の4組でお届けしております。来週の2月17日の放送は太田彩香さんの私立太田図書館でございます。これからも毎週金曜日10時30分からのこちらの番組よろしくお願いします。またこの後もレインボータウン FM お楽しみください。リケンジャパンプレゼンツキーオブジャムレディオ、五十嵐晴美のトークの嵐、お相手は五十嵐晴美と田中瑞穂でした。ありがとうございました。ございます。ということで次回のトークの嵐3月3日でございます。皆さんよろしくお願いします。またね。そう、僕はまだ何も知らない。 Yeah.